どうも、レインゲーム TV です。今回は8月ということで、花火にまつわる有名な小ネタやまだ紹介してない小ネタを一挙まとめて紹介。毎年8月の日曜日に行われる花火大会、メインの打ち上げ花火の他に爪吉の屋台で手持ち花火を買うこともできますが、実はこの手持ち花火、花火大会に参加していない住民や花火大会以外の日に住民にプレゼントしてみると、いやこれ、アンデス花火じゃないの。花火センターなんで鬼が出てきて、あら、赤のおでんさん。なんと、実は花火をプレゼントした時しか見られないレアなセリフが用意されている。他の性格の住民でも、ここはアイデの花じゃないですか。普通のボタンアイデの地場大事に可能性を与える、あ、可能性大事か、うん、チケらないうちにという花火ならではのセリフになっていたり、アイデの花火じゃん、レンちゃんのボロボロ、だこれはね、超ハチに、ぜひ魔法、アイデの花火チャチューデン君、ふう、キーの顔を思い浮かべたな、立ちませんよ、キリ、楽しませてもらうよと言ってくれたりと、性格によってさまざまなセリフが。プレゼントによる特別な小ネタは他にも、え、ここはあの見方じゃないですか、まだ風なんかに、花火大会が行われる前に事前に住民に浴衣をプレゼントしておいて、ここは気がついちゃうんか、花火大会が始まる1時間前の午後6時になる瞬間に浴衣を上げた住民に注目すると、プレゼントした浴衣に着替えてくれた。そして事前に浴衣をプレゼントしていた住民だけ浴衣を着て花火大会に来てくれる仕掛けになってるようです。細かすぎる。花火大会の当日に島にサブ住民を新たに登録して、花火大会の真っ最中に静江さんに初対面で話しかけると、今日はお休みですが、という花火大会の日が初対面だった時の珍しすぎるセリフが、先輩の話で雪の上に行きます、今日の花火会、計画の気持ちだね、と、8月の日曜日しか見られないレアな静江さんとの初対面を堪能することができます。花火大会の真っ最中に広場ではなく桟橋に向かって、花火大会中にカッペイのボートツアーに行くと、ちゃんと船歌に花火が反映されてると、ボートの上で歌を聴きながら花火を見るという特別感のある贅沢な船歌を楽しむことができます。広場で見る花火もいいけど、これはこれでいい。花火大会の会場にずっといると、まれに住民が手持ち花火で遊び始めますが、花火の真っ最中に話しかけると、待って待ってな、こっちポンポン見れんだ、いつだってんぼだね、今と、手持ち花火の途中に話しかけた時だけの、わずかな時間だけの専用セリフを聞くことができます。
手持ち花火の真っ最中の住民を網で叩いて邪魔してしまうと。花火がこぼれ落ち、強制的に終了させることができてしまった。なんかごめん。花火大会でもらえる景品の一つ、置き花火。 A ボタンを押すと火がつき、花火を楽しむことができるアイテムとなっていますが、この花火がついている間の時間に、じょうろで水をかけてしまうと、なんと、水で消えてしまい一瞬で燃えかすになってしまう、まさかの隠しギミックが。どこまで細かいんだ。以上、花火にまつわる小ネタ集でした。